今日はマストバイの日本株、今が買い時ということで、短期目線で購入を検討したい日本株5銘柄を株価見通し解説付きで紹介します。皆さんこんにちは。お金の学校校長の今川和明です。まずは冒頭お知らせです。大好評いただきました大阪会場に続いてこちらなんですけれども、11月30日土曜日に東京人形町で岡安昌司さんが主催する投資イベントで講演をすることになりました。テーマは株主優待株投資の勧めということで、毎月どこかの企業から株主優待を受け取っている僕が実際に保有している株主優待銘柄の紹介をはじめ、投資のポイントや今後の見通しなど、株主優待生活、株主優待銘柄の投資の魅力について余すことなくお話ししていきます。そして僕の話の前後に外貨投資の魅力ということで、岡安昌司さんが取り扱っている外国為替証拠金取引 FX のお話もお聞きいただけます。詳しくは動画の概要欄からチェックをいただきたいんですけれども、11月30日土曜日11時開始となっていまして、会場は東京人形町の岡安昌司東京本部統括店セミナー会場となっています。先着15名の定員制となっていますので、ぜひぜひお早めにお申し込みをお願いいたします。ちなみに申し込んだ皆さんには主催者の岡安昌司さんのスタッフさんから連絡があるようです。これはなりすましなどがないかの確認の電話だということですので、お金の学校の主催さんであれば僕は大丈夫だと自負しているんですけれども、ぜひ真摯に誠実にご対応をお願いいたします。もし電話に出られなかった場合なんですけれども、岡安昌司さんのこちらのフリーダイヤルまで、折り返し電話をお願いしますとのことです。申し込みが多数だった場合、会場が変更になるかもしれないですし、電話連絡が取れた方から優先になるそうですので、よろしくお願いいたします。当日は質問タイムなど参加される皆さんとコミュニケーションを取る機会もありますので、今度は東京都内、東京近郊にお住まいの視聴者さんとお会いできることを楽しみにしています。ということで、ぜひ直接僕と前々からコミュニケーションを取ってみたかったんだという視聴者さん、ぜひご家族、ご友人、彼氏、彼女ですね、お連れの上ご参加いただきたいなと思っています。さて、日経平均株価なんですけれども、9月に入ってから、1000円単位のアップダウンが続いておりまして、非常に軟調な動きとなっています。参考までにブラックマンデー、リーマンショックは9月に起きていまして、米国株市場にとっては鬼門の9月相場というふうにもともとは言われていたんですけれども、外国為替市場では1ドル140円台を割り込むなど、日本企業の業績、そして日本株市場にとっても大きな影響が発生しています。参考までにブラックマンデー、リーマンショックは9月に起きていまして、米国株市場にとっては鬼門の9月相場ともともと言われてはいたんですけれども、外国為替相場では1ドル140円台を割り込むなど、日本の企業の業績、そして日本株市場にとっても影響が大きくなってきています。この先も動画撮影時点からということになりますが、18日のアメリカ FOMC、 20日の日銀の金融政策決定会合の結果発表、27日には自民党総裁選挙の開票ということで、実質日本の新たな総理大臣が決まるということになります。ということで、9月はまだまだ重要イベントが控えていまして、予断を許さない波乱含みの鬼門の月となりそうです。よって日米株ともに個別銘柄ごとの勝負、短期トレードがベターなように思います。軟調な相場ではありますけれども、日本株はマストバイというスタンスには変わりなく、今回は短期目線で購入を検討しておきたい日本株5銘柄をピックアップします。今から短期目線で利益を取りに行くには、業績の裏付けがあったりですとか、円高の恩恵が受けられる、もしくは円高の影響を受けにくいといったところがポイントだと思われます。ピックアップした5銘柄の着目ポイントや今後の見通しなどについてお話ししていきますので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。それでは紹介していきます。トップバッターで紹介するのは山崎製パンです。山崎製パンはパン業界でダントツの存在感を誇る企業です。全国23工場で生産配送を行っています。高採算の菓子パンの売上比率が高く、食パンや和菓子、洋菓子も取り扱っています。傘下に調理パンや米飯、惣菜などを手掛けるサンデリカ、お菓子の山崎ビスケット、
東波と富士屋があります。もち文法適用会社には北海道が地盤の日糧製パンがあります。足元ではコンビニのデイリー山崎は不採算事業となっておりまして、継続的にテコ入れを行ってきています。また洋菓子はコンビニ向けスイーツなど高単価品戦略が走行しておりまして、菓子パンなどへの応用を進めています。山崎製パンの本日の割値は2779円で、年間配当金は38円を予定しています。よって配当利回りは 1.3% となります。そして山崎製パンには株の集大制度がありまして、自社製品の詰め合わせとなっています。ただし株の集大は1000株で3000相当が受け取れる仕組みとなっています。まずはここ3年間のチャートを見ていただきますと、株価はだいたい1500円から1600円というのが定番の銘柄だったんですけども、2023年12月期の業績が大幅アップ、過去最高を更新すると伝わりますと、こういった形で上昇を遂げていきます。もうあっという間にダブルバガを達成して、今年に入ってからも4133円まで、上昇を遂げまして、上場来高値を大きく更新したんですけども、その後は上値を抑えられながら株価が調整してきています。そんな中、直近の動きに目を移しますと、中間決算の発表を受けて大きく下落しています。営業利益は310億円で、前年同期比 50.6% 増となって、上代予想の240億円を大きく上振れ、通期予想を上方修正するという内容だったんですけども、4、6月期の推移と足元での菓子パンの伸び鈍化なども意識される状況から、下落となった模様です。一方で、今期も増収増益で増配も発表しておりまして、現在の株価水準で PR が 15.1 倍と、食品メーカーという括りでいきますと割安感も出ていると思います。円高によって原材料コストの引き下げも期待できることから、売られすぎからの反発に期待ができると思いましてピックアップしました。足元ではボックス圏での動きが続いていますので、再び2600円台に入る場面があれば購入を検討しておきたいところです。2銘柄目はセブン&アイホールディングスです。セブン&アイホールディングスは2005年にコンビニ最大手のセブンイレブンジャパンと総合スーパーのイトーヨーカドー、レストランのデニーズが株式移転して誕生した持ち株会社です。そごう西武百貨店を傘下に持つミレニアムリテイリングと2006年に統合したんですけども、昨年9月にそごう西武をフォートレスインベストメントグループに売却しました。現在は国内トップの流通グループとしてロフトや赤ちゃん本舗、通販の日線を傘下に持ちまして、セブン銀行も展開しています。直近の台ではイトーヨーカドーの不審店を今週以降相次いで閉鎖してきておりまして、北海道東北からは撤退すると発表しています。セブン&アイホールディングスの本日の値は2158円50銭で、年間配当金は40円を予定しています。よって配当利回りは 1.8% となります。そしてセブン&アイホールディングスには株の集大制度がありまして、グループ店舗で使える共通商品券となっています。100株で2000円相当などとなっています。さらに継続保有期間が3年以上になりますと、100株で2500円相当などアップグレードする仕組みとなっています。今年に入ってからの動きを見ていただきますと、2月末に1株から3株への株式分割を実施して以降、冴えない動きが続く中で、2025年2月期の業績見通しが発表されますと大きく下落します。市場予想とは同水準だったんですけども、セブン&アイホールディングスについては、予想を上回る期待が寄せられているだけに、この下落につながったと思われます。一方でカナダのコンビニ大手アリマンタションクシュタールから受けている買収提案が発表されますと、株価は一気に回復を遂げていきます。ただ会社側はセブン&アイ株を1株当たり 14.86 ドルで取得するという法的拘束力のない初期的な提案について著しく過小評価していると回表しています。ただ会社側は1株当たり 14.86 ドルで取得するという法的拘束力のない初期的な提案について著しく過小評価していると回答しています。そんな中でアメリカのブルームバーグがアリマンタションクシュタールがセブン&アイの買収提案額の引き上げについて協議していると報じています。株価に上乗せされるプレミアムへの期待から買いが集まりまして、9月12日には年初来高値を更新しました。セブン&アイの買収計画をめぐってはアメリカ連邦取引委員会が調査する意向も報じられています。反トラスト法をめぐる懸念が理由となっていまして、まだまだ先が見えないという状況なんですけども、買収をめぐる話題で一喜一憂する動きであることから、短期トレードとしては魅力的だと思いましてピックアップしました。
買収問題を置いておいたとして、今期は過去最高益を更新する見通しも発表していますので、まあ、財務改善が進んだことによって海外での M&A に積極的に動く計画から、まあ、業績の積み上げ、事業規模の拡大にも期待していきたい銘柄です。3銘柄目は JM ホールディングスです。 JM ホールディングスは茨城、千葉、東京を中心に関東近郊でスーパーマーケット、ジャパンミートなどを展開する企業です。大型商業施設やロードサイドなど幅広い立地への出店に特徴を持ちまして、精肉部門が軸の生鮮品の品揃えが強みです。積極的な M&A に特徴がありまして、肉のハナマサを運営するハナマサスーパーミラベルを買収しています。またスーパー部門の精肉調達力を生かして焼肉店の焼肉屋ロマン亭を関東地区で展開、スーパー外食を合わせたグループ店は100店舗を超えています。さらに肉フェスなどのイベント事業やレジ業務受託も手掛けています。 JM ホールディングスの本日の割値は3290円で、年間配当金は44円を予定しています。よって配当利回りは 1.3% となります。そして JM ホールディングスには株の集大制度がありまして、精肉関連商品など選択式となっています。株の集大は100株からという形になっておりまして、1点選択することができます。JM ホールディングスに関してはここ連続で7月権利確定の注目株主優待銘柄としてピックアップしてきてるんですけれども、事業規模の拡大、業績拡大とともにこういった形で株価を上昇させておりまして、実績に沿った株価の上昇を遂げています。直近では2025年7月期の業績見通しを発表していまして、まあ、前期に達成した過去最高の業績をさらに更新する見通し、まあ、その上増配、さらに140万株、42億7700万円を上限とする立ち合い買い取引での自社株買い実施を発表しています。これを交換して大きく上昇を遂げているんですけども、まだ株価には割安感がありますし、もう一段株価の上昇が期待できると思いましてピックアップしました。 JM ホールディングスの今後の戦略として、高立地かつ開店後3年以内の黒字化などが見込めれば関東以外でも出店することを検討しているとのことです。スーパーマーケット業界の勝ち組であることから、まあ、短期でも中長期目線でも株価の成長を期待したい銘柄だと思います。4銘柄目はアドバンテストです。アドバンテストは半導体試験装置の国内最大手メーカーです。半導体メモリー用では約 50% のシェアを持っておりまして、世界トップクラスです。非メモリー用ではアメリカのテラダインと並んで世界トップクラスです。委託先工場で生産するファブレス体制を取っておりまして、スマホなどのシステムレベルテスト、パワー半導体検査装置など新規事業の育成も積極的に行っています。アドバンテストの本日の割値は6016円で、四季報予想で年間配当金は42円から57円が予想されています。よって配当利回りは 0.6% から 0.9% となります。ちなみにアドバンテストは株の集大成度を行っていません。ここ3年間のチャートを見ていただきますと、株価は2023年3月期に過去最高の業績を更新したこと、加えて、米国市場でハイテク株の好調ぶりを受けて、まあ、上場来高値を7456円にまで伸ばしました。一方で2024年3月期の業績は減収減益となりまして、大きく下落することになります。一方で直近の動きに目を移しますと、2025年3月期第1クォーターの決算で営業利益は313億円と前年同期比 2.2 倍となりまして、市場予想を100億円以上も上回る内容を発表しました。通期予想も従来の900億円から1380億円、前期比 69.1% 増にまで、上方修正しまして、1100億円程度の市場予想を大きく上回る水準から反発を遂げるんですけども、8月5日の日経金株価の大幅下落ですとか、まあ、その後もですね、アメリカのハイテク株の急落など、まあ、株価を上昇させると市場全体の負の影響を受けて下落するという形になっています。海外事業比率が高いことから円高はマイナスインパクトなんですけども、想定為替レートが1ドル140円でこのレートで上方修正していたことを考えますと、極端な円高にならない限りは業績に影響はなく、株価は再び7000台を目指した展開になると思いましてピックアップしました。ここ3ヶ月に関しましてはもうこのようにボックス圏での動きが続いていますので、まあ現在ですね、今日少しあったんですけども、再び6000円割れ、こういったタイミングで購入を検討しておきたいところです。
ここ3ヶ月についてはボックス圏での動きが続いておりますので、分かりやすい動きをしていることから、まあ、現在のような、まあ、6000を割り込むような動き、まあ、こういったタイミングがありましたら購入を検討しておきたいところです。最後に紹介するのは三菱重工業です。三菱重工業は日本最大の総合重機メーカーで、大型ガスタービンなどの火力発電所設備、原発、航空宇宙、造船、産業機械、プラントなどを展開する企業です。ドル箱となっている火力発電所設備なんですけども、現在は水素など脱炭素発電に注力しています。戦闘機や護衛艦、潜水艦、ミサイルなどを製造する日本の防衛産業の筆頭格的存在でもあります。原発では PWR を製造して、フランスオラノやフラマトムとも提携しています。2026年度を最終年度とする新中期経営計画では、ガスタービン、原子力、防衛分野を伸ばすことで2026年度の事業利益は4500億円超を目指す計画、水素、アンモニア、CCUS など成長投資の方針も掲げています。三菱重工業の本日の割値は1825円50銭で、年間配当金は22円を予定しています。よって配当利回りは 1.2% となります。ちなみに三菱重工業は株主優待制度を行っていません。株価はここ3ヶ月大きくアップダウンしていまして、まずはここですね、アメリカ大統領選でトランプさんの優勢が伝わると防衛関連の受注が増えるのではという思惑から、まあ、2000台まで株価を乗せるんですけども、8月5日の日経金株価の急落で上昇分を一気に吐き出して、ただ8月6日の第1クォーターの決算発表を機に一時ストップ高を演じるなど急回復を遂げていきます。この発表内容に関しては、第1クォーターの受注高、売上高、利益が過去最高を記録して好調な年度スタートを切っています。投資家の注目度が高いガスタービンや防衛関連などの事業の好調ぶりが伝わる一方で、まあ、相場の乱気流に飲まれる格好でアップダウンが大きくなっています。大台の2000円付近になると戻り待ち売りを食らいやすいというところもあるんですけども、ここのラインまでの株価回復は目指せると思いましてピックアップしました。なので現在のような、まあ、1800円割れ、このあたりで仕込んでおいて、まあ、2000円付近で売却して約 10% ぐらいで、短期的な収益を狙っていくというトレードがベターなように思います。今日のまとめということなんですけども、今回は鬼門と呼ばれる9月に短期目線で株価の上昇を期待する日本株5銘柄をピックアップしました。業績に裏付けがあって円高の影響は限定的という銘柄はまだまだありますので、ぜひ購入銘柄を検討する際の参考にしていただけたらと思います。それぞれの投資スタンスについてもお話ししましたので、ピンときた銘柄についてはぜひあなたの監視銘柄に入れておいていただけますと幸いです。次回は長期目線で購入を検討したい日本株5銘柄をピックアップして株価見通し解説をお届けします。チャンネル登録がまだという方は次回の動画も見逃さないよう、このエンディング画面からチャンネル登録、そしてその隣のベルマークのタップをよろしくお願いします。